こんにちは、金子でございます。ということで、本当に皆さん、長らくお待たせして、すいません。船買ってから、一回も船の動画が上がってねえんじゃねえかというお声をね、最新動画を上げるたびにコメント欄でいただきます。Twitter の方ではちょこっとつぶやかしてもらったんですけど、釣れん！もう全然釣れん！びっくりする。おお、波がすごいな。飲んだこと波が。僕、天気がいい日はほぼ毎日出てるんです。もうなんならガソリン代だけでもう5、60万ぐらい使ってるんじゃないかなっていうぐらい船で釣りには行ってるんです。釣れむずすぎる。僕ね、船を買う前までは広大な海にはもうそこら中に魚がいるもんだと思ってたんですよ。全然そんなことない。この海の 90% ぐらいは砂漠みたいな感じです。魚いないですね。魚探とかで見てもほんとそうです。もう今ちょっと映すと、今こう水深2メートルのところなんですけど、ほら海底、多分これなんか海藻かゴミかなんかですかね。魚何にもないんですよ。ほんで魚の反応があったとしてもそれが食ってくるとは限らないんですよね。小魚ぐらいならサビキとかね狙えるかなと思うんですけど、船買って一発目の動画が船でサビキ釣りしましたなんて、そんなおかしな話ないじゃないですか。ちょっと大物をね狙いに行ってたんですけど、本当に釣れなかった。遊漁船で行けばね大体僕釣るんですけど、こう自分で船頭をやってポイントを探す難しさ半端じゃないですね。ちょっと大きいの釣るまではごめんなさい、時間ください。もうちょっといろいろポイントを探したりだとか、あと他の遊漁船に一回乗ってどんなポイントで釣ってるんだとか、こういう船の流し方をするんだとか、いろいろ勉強したいですね。ポットでの素人が船運転して魚を簡単に釣れる海じゃねえっす。ほんでね、結構船の燃費がやばい。船ってガソリン代油代めっちゃかかるっていう風に僕漁師さんとかからいろいろ聞いてたんですけど、想像以上ですね。この船が廃屋なんですけど、廃屋が360リッター入るんですよ、満タンで。で、大体マリーナで給油すると1リットル、大体200円ぐらいなんで、まあ、満タン入れると7万円ぐらいしちゃうんですよね。で、結構一日中ガーって走ったりすると、もう半分以下ぐらいになっちゃいますんで、なかなか燃費がやばいなと思いましたね。その代わりね、すごい力もあるし、すっごい走るんで気持ちいいですけどね。でもね、船を持つとね、いいところもいっぱいありますよ。やっぱり自分の好きな時に船が出せれる、もうこれめちゃくちゃ大事。もう遊漁船とかだと予約すると、当日雨でも風でも少し波があっても、まあ行かなきゃダメじゃないですか。プライベートだったら全然いいんですけど、撮影となるとカメラマンさんがいたりだとか、カメラの機材が雨で濡れちゃったりだとか、で波があると船酔いしちゃってもう撮影になんない、そんなこともあるんですよ。でも自分で船持ってると、あ、今日波ないね、風ないね、天気いいねとかで、あ、昼から出よっかとか、ちょっと夕方から出よっかとか、ちょっと1時間だけ出よっかとか、そういうことができるんですよ。めちゃくちゃ幸せ。それが仲間と喋りながらね、こう船運転しとるだけでもめちゃくちゃ楽しいです。ほんでマリンエアコンつけて本当に正解。もう今外の気温が32度ぐらいあるんですよ。でも室内エアコンガンガンで、もう超涼しい、快適。エアコンの気持ちいい部屋でこうやってゆっくりゆっくりこうやってポイントを探っていくんですよ。でも魚がいてすぐ竿を垂らしても釣れないんですよね。ほら、もう大反応。ちょっとこれすごい。ほら、なんかすげえ反応が出てきた。これ、ほんで僕はね、絶対一人では船は出しません。大体僕以外にあと二人船運転できる人を乗船してもらって、何があってもいいような体制で船は運転してます。安全第一でマリンライフを楽しんでおります。他に運転できる人がいるとお酒も飲めるんでね、僕まあ今日もね、行きは僕が運転しますけど、帰りはね別の人に運転してもらおうと思いますんで、クルーはねたくさんいた方が安心ですね。もちろん船も乗り物なんで飲酒運転はダメなんでね。船の上で飲む酒がうめえんすよ。まあ、船のこと喋りだしたらね、だらだら長く喋っちゃいますね。で、今日はマゴチを狙いに来ました。水深の浅いところでルアーを投げてマゴチを狙っていきたいと思います。こういう感じのオープニングを僕はもう10回ぐらい撮ってます。もう今日はもう釣れなくてもあげます。同じようなオープニング何回も撮りたくないです。もう釣れなくてもこれがリアルなんで。ちょっとどうだろう、ここら辺でやってみようかな。水深3メーターぐらいの砂地がいいっすよね。船外機なんでね、意外と浅めのとこも行けるんですよ。まあ、2メーター以下のところは近寄らない方がいいですけど、まあ、2メーターぐらいまでだったら、まあ、ギリ攻めてもいいかなって感じですね。ニュートラルにして、さあやりますか。ドピンクでいきます。2メーターぐらいなんで水深取って、まあ、マゴチはそこにいるやつなんで、もうただ巻きでいいんですよ。ガコーンときます。めっちゃ砂地ですね。ゴン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 砂に当たります。ちょっと浅いかもなみたいなことをこれを一日中やってます。
今からねマゴチがすごい美味しい時期になってくるんで、ぜひマゴチも釣りたいんですよね。で、僕のこの釣りのモットーというかポリシーと言いますか、まず必要な分だけ確保するっていうね、さばいて冷凍していつか食べようよみたいな感じにするんだったら、もう釣らないとこうと、食べれる分だけ釣っていきたいと思います。まあ、それはね結構僕昔から一貫してるんですけど、まあ、2日3日ぐらいで消費できる量で収めたいなと。あとはですね、美味しい魚を釣りたい。せっかくならね、今狙ってますコチがうまかったりだとか、イサキとか、あとスズキ、あとタコとかね、イカとか、まあ、タコはちょっとね取れるとこ取れないとこあるんですけど、まあ、僕は釣り人っていうよりかはどっちかというと料理人寄りの考えなので、美味しいお魚を最高の状態で家で美味しく料理したいと、そういう思考の持ち主です。ほんでね、俺あかんのっすよね、ルアー飽きちゃうんですよ。こう一日中ルアーを投げ続けてるっていうのができないんですよね。もうこの来た時の感動っていうのはね半端じゃないですけどね、ガコーンと重くなった時のね。さあ酒でも飲むか。じゃあバトンタッチで運転で、今日ねちょっと船上で料理もしたいなと。こういうね電子鍋、これも買ってきました。これめっちゃいいんですよ。これコンセントをやっとこう差し込むだけで100ボルトで調理できるんですよ。案件でも何でもないですけどね。これでなんか後でこれ作りたいな、ブルダック作りたいですね。これ僕ねこれ人生で一回も食べたことないんですよ。セガちゃんみたいな動画になっちゃって本当申し訳ない。じゃあ前行きますか。このヤマハさんからいただいたクーラーここに置いてあります。でこの中にはじゃーん、キンキンに冷えたスーパードライ、ジーマもあるよ夏っぽくね。で水分補給も大事にね、お水も、麦茶もあります。あー、まずビールでしょう。この船の一番先頭でね、おっ、そこの跳ねたとか言いながらこうやってビールをいただきます。うめえ。ほんで船の上なんでね、もうプライベート空間、完全に誰もいない状態、これがたまりませんわ。ちょっとつまみ作りましょう。じゃあつまみ作っていきます。ここにねコンセントあるんで、よいしょ、コンセント挿して、今日の気まぐれクックはここから始めます。今日もね面白い食材持ってきましたよ。それがねこちら、じゃん、ムール貝みたいですよね。これがね黒口貝っていう貝なんですって。これ面白そうなんでね買ってみました。僕初めて食べます。ムール貝系だと思うんですけど、ちょっとね殻が結構厚いんですよね。アサリとかハマグリぐらい殻の分厚さがあります。なんか黒鯛とか釣れそうですよね。なんでよく洗った黒口をお鍋に入れて、であとねこれハマグリと、これサザエも買ってきましたんで、これもちょっと洗います。ここにデッキウォッシャーがあるんで、ほら真水が出てきます。で真水でこうやって洗う。そしたらお鍋にサザエとハマグリも入れる。そしてそこにじゃーん、一見コーヒーみたいなんですけど日本酒です。絞りたて大吟醸、これをさーっと入れます。ほんでここに一味をパッ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 と加えて蓋して火を通していくと。ちょっと待ちます。で待ってる間はお酒飲みながらビールもここに置いて、で自分が思うところにルアーを飛ばしていくと。で魚が釣れたらラッキーですね。おつまみが増えるぐらいの感覚で釣りを楽しむと。これがもうマイボーと思ってるとできるんですよ。遊漁船だとなかなかこんな自由にできないんで。あ、何これ、当たったかも。みたいな反応になります。本当に魚来ると、今マジ来たと思ったんだけど。本当にマゴチは急に来ますからね。俺今アクションしてなかっただけで、もしかしたら突っつかれたかも。お、いい感じに蒸し上がってきておりますよ。まだちょっと相手はいないと思うんですけど、もうちょっとでできますよ。じゃあテーブルをセットしますか。こういうね小さいテーブルもあるんですよ。積んどきました。で本当にねこの船収納がやばい。めっちゃくちゃいろんなもの収納できますね。よし、クーラーボックスに座って机セットして、ビール置いて、でお皿置いて、ほんでお箸、ちょっとマヨネーズもあるといいですね。うわめっちゃいい匂いしてきてる。もういい頃じゃないですか。ちょっと開けて食べていきましょうか。開けますよ。ほら、うわ、もうこのハマグリとかもう超うまそう。ほら、もうこのプリンプリン、ちょっとこの一味がついた感じもいいですね。じゃあいただきます。うん、あー、うまっ。うめ、やっぱハマグリうまいわ。次これいきますか。黒口ちゃんいきましょう。ほんとこれムール貝ですね、中身は。いただきます。うん、
なんか独特な苦味みたいなのがありますね。まあ意外ですかね、ムール貝っていうよりか意外。わあでもこれ癖になるな、後引く美味しさがある。ちょっとうまいかもこれ。あうまい。うわめっちゃ魚飛んでる。ほら何あれ、イワシっぽいな。なんかね変なイワシがね結構入ってきてるらしいんですよね。あれか、なんかさっきからすげえ反応出てんの。サザエも行きますか。サザエもね、つぼ焼きだけじゃなくてこうやって酒蒸しもできるんですよ。ほらこれ食べやすい。ほらうまそう。じゃあこれいただきます。うん、まっ、甘い。もうないんでもう一本。よいしょ、2本目。うわうまっ。頭の部分、うん、うん、まっ。サザエって酒蒸しすると柔らかくなるんですよね。つぼ焼きとはまた違う美味しさがありますんで、ぜひやってみてください。つぼ焼きだと家だとなかなかできないじゃないですか、下火からやんなきゃダメなんで。あれ面白いもんで、上火でサザエのつぼ焼き作ろうと思うと美味しくないんですよね。なんか身がねカチカチになっちゃうんですよ。なんでお家でサザエ食べるときこの酒蒸し結構おすすめですよ。あー幸せ。これかもな、船の一番の楽しみって。じゃあちょっと食べていきますわ。食べてってもう一品ちょっと作りたいんですよ。これ作っていきます。船の上で食べるこういうのがいっちゃうまいんですよ。カルボブルダック炒め麺だって。なんかこれ韓国で流行ってるらしくて。おーこういう感じ。はい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 、太麺な感じなんですね。入れて、ほんで今回ね牛乳でいこうかなと。牛乳さー入れて、んで火薬入れて、さーっとよりカルボ感を出していくと。多分これ辛いんですよね。これは後入れだと思うんで、とりあえずこれで火を通して、でさっきのこのハマグリと黒口も入れます。ちょっと海鮮風にしてね。で煮込んでいきます。あっちがいいですか。こうやって船の上の出会いもあるんですよね。これ今何取ってるんですか。ハマグリ。ハマグリっすか。僕らも今ハマグリ食べてましたわ。すげえ、めっちゃハマグリ。おお、すごっ。マジ、うん、本当にマジっすか。いいんすか。やった、ありがとうございます。ちょっと僕のあのステッカー持ってきます。ちょっといやいやいや、ありがとうございます。ボロボロの船とは違う。何言ってんすか。すごー。橋の方から流してくるとGPS でさ、はい、何メーターラインとか、はい、わかります。それの上がったところ、うん、落ちたところじゃん。なるほど。こう流してくると釣れるね。わかりました。もうちょっとね大きいを流した方がこっちなら釣れる。なるほどね、うん、ここやっぱ潜ったことはあるんですもんね。あるよ。何、どんな感じなんですか。ね、何にもおらん。何にもいない。何にもいないよ。何にもいないところに僕らは投げてたみたいですね。ハマグリもありがとうございます。いえいえ、じゃあ頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、リスナーさんのハマグリ漁師さんに会ってこんなハマグリもらっちゃいましたよ。すげえ。あ、そんなこんなのできてる。砂抜きしとこう。あ、そうか、俺イケスがあるからこうイケスでできるじゃん。こうイケスにさ、うわイケスもめっちゃ汚くなってる。何これ、なんか変なブツブツいっぱいついてるし、洗わないかな一回。嫌だな入れるの。マジか。マグリを買って砂抜きしときましょう。なんか袋ごともらっちゃった。さあできましたよ。じゃーん。おー、ガルボってるね。ほぐしてほぐして、ちょっとこの辛みですよね。この辛みも入れて、これ入れすぎると辛いっぽいんでちょっとにしときますね。ほんでこれ持ってきたんですよ家から。卵ね、卵入れて、そして切れ込みの入っているバター。よっと、やべ、よし、これでもう一煮立ち。はい、一煮立ちできました。うまそう。これはたまりませんよ。これ卵も半熟で、卵を割って、でこのガルボに絡めて、これをいただきます。うーん、まっ。これこんなうまいの。これやっぱあのソース結構辛めね。このハマグリと一緒に食べても絶対うまい。最高っすね。こんな広大な海の上でうまい酒が飲めて、あったかい美味しい飯が食えて、水も使えて、しかも釣りもできて、好きなとこに移動もできて、天気が荒れたらすぐ帰れて、思わぬ出会いがあって、いやー素敵なマリンライフですな。もし海の上で出会ったらよろしくお願いします。
結構そこら辺にいます、愛知県だったら。まあ、今回はこういう感じで締めさせていただきますけど、絶対釣りますんで。釣るんですけど、勉強の時間をください。自分の船じゃなくて遊漁船にもっと今まで以上に果敢に乗り込んでって、船長さんのお話を聞いたりだとか、こうレーダーを見たりだとか、そういう目線で遊漁船にまた乗っていろいろ勉強して、でその勉強して得た知識を自分の船で使っていきたいと思います。もうまだ1年生なんでね、今からです。というわけで船の動画撮った方、お待たせしてすいませんでした。本当なんとかね、僕このぐらいのね大きい鯛を1匹釣って姿作りみたいな動画を出したかったんですけど、無理、海はそんなに甘くね。これがね釣り人のリアルですね。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。